こんにちは、松島理恵です。今日はオペラのアリアの中からいくつかフレーズを取ってイタリア語の勉強を皆さんと一緒にしたいと思います。私が今日選んだアリアは、ラ・ボエム、ジャコモ・プッチーニのラ・ボエムの、三木山の耳のアリアです。じゃあ早速いきます。三木山の耳と、いう言葉から始まりますけれども、イタリア語で自分を紹介するときにミキアモと言います。キアモはキアマーレっていう言葉が、オリジナルの言葉ですね。キアマーレ、呼ぶっていう、意味があります。いくつか他にもあるんですけれども、でこの場合はミですから、私をとか私にとか、そんな意味がありますね。で、キアマーレですから、呼ぶ、ミキアマーレ。一つ一つの、言葉の原型を取っていくとこういう風になるんですけれども、私を呼ぶ、ミキアマーレ、キアも、私が自分を紹介するときにキアもになります。キアモ、キアミ、キアマ、キアミアモ、キアマテ、キアマノ。これがイタリア語の動詞の変化ですが、一番難しいところだと思います。このベルボ、動詞をベルボと言います。ブ、ベルボと言います。そのベルボをしっかり勉強して覚えないと言葉を使えませんから、これが一つ大切なところですね。で、ミキアマノ、ミキアマノと言ってますから、キアマレの一番最後の彼ら、ローロのところを、イタリア語の動詞の変化の表が辞書の裏とかにあると思いますから、それを見ていただくと分かるんですが、彼らは私を呼ぶという意味になります。ミキアマノ、キアマノ。ちょっと言ってみてください。キアマノ。で、これも、前回のビデオでおの時に唇を閉めないでくださいということをお伝えしました。これを実際に日常生活の会話の中でも実践してみてください。キアマノですね。で、キアマノ、M のところ、M。これもとても大切です。イタリア人の口の動かし方を見てるととても美しいのがよくわかります。母音を、母音というのは覚えてらっしゃいますか？母音、ボカーリですよね。イとかエとかアとかオ。このフレーズの場合は、ミですから、M。軽く唇を挟むように発音してみます。 M とこうなります。ミ、強くないですよ。ミ、ミ。日本人はこうやりますけれども、こちらはこう自分のことをこういうふうに言ったりとか、こういうふうにします。ミキアマのミ、ミ。ミミはミミという名前ですね。ミミというニックネームですね。ミミと お友達からいろんな人から呼ばれてるんですね。このボエムのミミの役のお嬢さんですね。娘さん、花売り娘さんですよね。マ、M が多いですね。M。これはね、偶然のことのように捉えない方がいいと思います。これ自分のもう 1% でもいいから意味を考えて発音されて、それを歌うという表現につなげていきましょう。ま、ま、こう言いますね。ま、ま。そうするとお腹この辺がよく使える感覚がわかると思います。ま、いる。漢詞ですね。これとっても難しいですね。日本人、私も未だに考えないとダメです。いる。みよ、のめ。M とか N ばっかりですね。すごいですね、プッチーニは。こうやって歌い手を助けてるんです。お腹を使いなさいよということなんですね。いる、みよ、のめ。え、動詞ですね。え、
Lucia, Lucia, Lu, L, Lucia, Si, Chi. これはドルチェ、愛らしく、可愛らしく、優しく発音します。Lucia, L, L は下の先をちょっと上の歯に当たる感じです。Lucia, Lucia。E も気をつけましょう。U, E, A になりますね、母音だと。じゃあ皆さんとちょっともう一回言ってみましょう。ミキヤマの耳、ここでコンマが入ります。ミキヤマの耳、ここでブレスしますね、フィアットですね。マイル、マ、しかしマ、イルミオの目、エ、ルチア。このフラーゼにすべて耳の、キャラクターが入っているのを感じられる、本当にすごいイタリア語のフレーズだと思います。これを感じて、ソプラノさん、自分の世界を作って耳になって、幸せに美しく歌ってみましょう。ミキアマの耳、マイルミオノメエルチア。じゃあまた。チャオ。